はい。疲労倦怠っていう項なんですけど、僕は大体立って喋るの好きなんですね。別にこれ3時間話しても5時間話しても立って話します。まあ疲労倦怠になることもありますね。僕趣味がトライアスロンで、それこそ50歳まで泳げなかったんですけれども、僕はこう凝り性なんで、まずスイミングから始めて、で2年でオリンピックの距離で、3年で日本で一番長いトライアスロン14時間で完走しました。その完走した後に飲んだのが、その補中益気湯ってやつなんですね。で、これは結構昔手術たくさんしてる頃に、当直明け、手術後なんかでも飲んでました。そんなこの回は疲労倦怠のお話をしたいと思っています。で、この回からだけ参加した人もね、いらっしゃるでしょうから、全くついてこれますので、ぜひ気軽に、ぼーっとでもいいですし、真剣にでもいいですし、見てください。でね、漢方薬で絶対覚えてほしいのは、1個なら68番なんです。芍薬甘草湯。これはもうキュ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 ッとした痛みに、まあ、こむら返りなんかを筆頭にもう速攻します。で、これも効いた感が結構あります。で、次にね、僕が使うのは西洋剤よりも絶対いいなと思うのは風邪です。これは8時からの講演会っていうか、この講演会でお話をします。で、その次に皆さんに使ってほしいのが、この疲れたな、体がかったるいなっていう時の漢方なんです。これ結構使えて、で、同じような西洋剤がほぼほぼないんですね、飲み薬で。だから是非これは覚えてください。さあ、その覚え方いきますよ。で、基本朝鮮人参が入ってるんです。朝鮮人参で、朝鮮人参が入っていれば、この茶色い手帳を見ていただいて、こう暇な時は全部見てほしいんですね。で、できれば名前を全部読めるようになってほしいんです。読めないと恥ずかしいから。で、その時にぜひその生薬っていうところをね、向精生薬、そこを眺める、なんとなく癖っていうのかな、作ってほしいんですね。それは漢方薬が生薬の足し算だからです。それが分かってくると、あ、漢方ってこの保険病名以外にもいろいろ聞くことがあるんだな。それは当たり前です。多成分系の生薬なのに、その生薬がまた複数一緒になってるんですね。で、朝鮮人参があるだけで、ちっと疲れた人用だなってのがすぐ分かります。でも、その増強パターンとして、一つがね、朝鮮人参と黄芪ってやつが入ってます。朝鮮人参と黄芪ってやつ、それ神器剤って言うんです。神器剤。その朝鮮人参と黄芪が入った神器剤っていうのが、いわゆる疲れた、ね、だるいなっていう時の、まあ、とてもいい薬なんですね。それが10個あります。128の中で。で、10個も覚えるの大変だなって方は1個でいいです。その1個が僕がトライアスロンの後に飲む41番です。補中益気湯。補中益気湯はもうぜひ覚えてください。朝鮮人参と黄芪が入った薬の、まあ、イメージは王様だよね。1個選ぶんならこれだから。で、実際41番見てもらうと、倦怠感とか書いてあるでしょ。この中の、漢方薬って僕たち保険医ですから、この補中益気湯の場合には5行かな。その中に文言が入っていれば、それを記載して、処方すれば、ね、ちゃんと保険適用になります。でね、できたらあと2つ覚えてほしいんです。10個が大変な人も。で、2つ目は十全大補湯って言います。十全大補湯だったかな。僕いつも大って言っちゃうんだけど、これ確か他なんですよね。十全大補湯です。ね、十全大補湯。これが2番目。神器剤の。で、3番目が人参養栄湯です。108番。で、この3つの違いをまずお話ししますね。で、分かんなきゃみんな41でもいいし、どれでもいいんですよ、ある意味。で、十全大補湯っていうのは、まあ、十全大補湯ね。十全大補湯は、こう、貧血っぽい状態に効く子物湯と、気力がない時に効く殊勲酒湯が入ってるんです。だから、気力もなくて、なんとなく貧血っぽい。昔の貧血は栄養失調っぽいですから、
そんなイメージがあると従前対応法なんです。で、このイメージって実は手術後のイメージなんです。それもがんの大きながんの手術をすると当然気力がなくなって貧血っぽくなるでしょ。で、同じようにこれから抗がん剤やろうとか、これから放射線しようとか、そんな時には貧血っぽくなります。だからがんの領域で漢方が好きな先生は結構従前対応法がお好きなんですね。で、これが本当にいいかどうか、つまり保険病名は合ってるんですよ。だって疲労があるんだから、疲労検体が。それが本当に患者さんにいいかどうかは、ぜひ明日から皆さん使って体感してください。で、漢方の大切なことは、今の西洋剤のようには効きませんよ、はっきり言うと。イメージはボツボツって効くんです。だから今の西洋剤のイメージを想定してね、漢方をいい悪い判断すると、なんか効かない感があるんです。でも体質改善みたいなイメージで気長に効くんだということを腑に落としてから使うと嫌いになりません。そういう状況を理解して、あ、なんだって結構早く効くじゃないか、そういう癖はたくさんあります。でもイメージはボツボツって効くんだっていうのが、基本だなと思って使ってください。でね、今3つ言ったでしょ、10個の中の。補中益気湯、従前対応法と、人参養栄と。一応、あと7つも大事なんで、お話をします。一つが37番。半夏白術天麻湯って言います。これ、効能効果見てもらうと、めまいってあります。つまり、めまいをするような、疲れてめまいがする。ね、お年寄りで疲れてめまいがする。そんな方のめまい用の神器剤なんです。イメージがね。さあ次。65番。これ、気比湯って言います。で、もう1個、137番に上気比湯ってのがあります。気比湯と上気比湯、ほぼほぼ同じです。ほぼほぼでね、両方とも僕は心の神器剤って言ってます。で、不眠にもそこそこ効いたりします。で、結構僕はうつ病っぽいとか、うつ傾向があるとか、そんな人にも結構出すことがあります。ね、心の神器剤、基本は不眠とか精神不安とか思ってもらえれば保険病名に合致すると思います。で、これも気長に出すんですよ。ね、応援部隊として。さあ、次が97番。これ、大防風湯って言います。これも朝鮮人参と黄芪が入った神器剤で、これは効能効果にリウマチってあるんです。関節リウマチって。だから、あっちこっち関節が痛いなって人に気長に出す神器剤です。もちろん今の西洋医学的な治療はしていいんです。でもこれを足すことができるんですね。そうすると患者さんはなんとなく元気になってきます。別に西洋薬の向こうを張ろうとは思ってないんです。応援部隊だから。そういうふうに使ってもらうといいんじゃないかなと思います。で、102番。次、当帰湯です。これは結構いい薬で、痛みに効きます。胸の痛みに結構昔は効いたんですね。でも最近使うのは肋間神経痛とかね、なのに結構使うことがあります。ぜひ痛みで困ったらこれも出番になると思ってください。そして111番、精神連心って言います。これも朝鮮人参と黄芪が入っていて、かつ保険病名見ると残尿感、頻尿、排尿痛ってあります。つまり泌尿器疾患っぽい人の朝鮮人参と黄芪の薬なんですね。で、泌尿器疾患には結構7番の八味地黄丸とか107番の五社神器丸も使います。これ地黄が入ってるんですね。そうするとムカムカっとします。先生、ムカムカっとして飲めないっていうと、まあじゃあ食後に飲んでみればと、例外的に。でも飲めないっていうと、この精神連心の、出動出番になるんですね。そして、次がいよいよ136番。これは清暑益気湯って言います。まあ、今年の夏も暑かったですね。これは夏バテ用の神器剤です。こんな風に神器剤っていうのは10個あります。将来的には10個覚えると結構楽しくて役に立ちます。でも最初はそれこそ3つ。41番の補中益気湯、48番の従前対応法と、
108番の人参を得と、ね、覚えてください。あ、で、108番説明してなかったね。108番は、これはね、高齢者向けの腎気剤のイメージなんです。最近はフレイル、ね、あのフレイルっていうのは今介入すると元気に戻れるよっていう状態って僕は思ってるんですね。だからなんとなくご高齢の方で特別出す漢方薬がないとき、その場合は人参を得とちょっと気長に飲んでみませんかって言うとね、なんか先生いいようですって言ったりくれた、言ってくれます。人参養栄湯は高齢者の、ね、今風に言うとフレイルに相当する人に出す腎気剤だって思うと分かりやすいかなと思います。でね、今のが朝鮮人参のこの増強パターンの腎気剤、朝鮮人参奥義パターンのね。でもう一個朝鮮人参を増強するパターンが四君子湯パターンです。四君子湯って、71番だったかな、5番だったかな、75番です。四君子湯ね、槽術人参茯苓甘草、これ燻薬っていうんです。まあざっくり偉い薬って意味ね。それ以外に小胸体操っていうのが入って、これは昔はなんか家庭にあったそうなんですね。だから四君子湯っていうのが気力を増す薬なんです。気力を増す薬、先ほど十全大法湯入ってますよって言いました。でも汎用的に使いやすいのは立君子湯です。立君子湯は四君子湯に陳皮と半夏が入ってるんですね。43番、これ、食欲がないなとか元気がないなって人を使ってください。これも4週間で良くなったりなんかしません。なんとなくいいとか、少なくとも良くないね。あれはなんか飲むと調子悪いって人以外は僕はずっと飲んでもらってます。三月半年ぐらい、そうすると元気が出るんですね。立君子湯と四君子湯の違い、これは人によっては立君子湯がね飲めないんです。飲めないというか飲むとなんか胃が重いっていうんですね。あ、立君子湯もこの人飲めないぐらい華奢なんだ、漢方では巨匠って言います、華奢なんだ、その場合には通常四君子湯は飲めます。こうやって漢方って皆さんいろんな、僕の本でも書いてありますけれども、いろんなそういう情報があるんです。それを勉強して使わないと体感できないんです。立君子湯飲めない人、あ、確かに稀にいるよな、あ、でも四君子湯飲めたよ、それを経験するだけで分かっちゃうんですね。だからもう明日からどんどん使ってほしいんです。使い間違っても効かないだけで何も起きませんから、基本ね。それがとてもとても大事なメッセージです。ぜひね、使ってみてくださいね。で、そういうようにいろんな薬があるととっても楽なんですね。あの患者さんに対応できるんです。で、やっぱりがんが結構皆さん多いでしょ。がんの患者さんは僕はもう十全大法湯を出してます。十全大法湯をもうがんって決まったら飲んでもらって、ただこれは滋養が入ってますから人によっては飲めないんです。その場合には僕は立君子湯を出すんですね。立君子湯は滋養が入ってないんでずっと飲みやすいんです。だから僕のあのがんを患った方に対する2択はね、この人結構元気で飲めそうだなと思う方は十全大法湯、この人ちょっと華奢で滋養が胃に触る、飲めるんだけどムカムカってするかなって人は立君子湯ね、そんなイメージで出しています。立君子湯はそれこそ僕のね、とても仲のいい方のお母様ね、なんと胃にがんがあって、そして腹膜破腫があって、余命三月って言われた方が立君子湯を飲むだけで実は20年ね生きたって言われてます。でも本当にこれは立君子湯が効いたかどうか分かんないんです。でもそういうこともあったよってことです、ね、これはそういうメッセージを言うだけで患者さん希望になるんですね。いいか悪いか、同じような症状の人これ飲んで20年生きたんだよ、ね、僕はそういう希望をつなぐためにも、ね、嘘はいけませんけども、こんな例があって長生きした、ね、頑張んなさいよっていうためにも漢方はとてもとても役に立つと思っています。